皆様、キャミキャミ童話をご利用いただきましてありがとうございます。今日はポニの、ポニ島にスカルダンと一緒に参ります。スカルダンがたくさんいるの。スカルダンと戦ってポニ大公職を目指したいと思います。スカルダンの皆様、何のご用でしょうか。いたかったぜ。おめえらろ、エーテルさん、エーテルで聞いたけどよ、クズマさんを助ける方法知ってるっけ。ていうか、聞き出すなら骨まで痛めてつけてね。スカルダン、参ります。ということで、スカルダンの女性の下っ端戦参ります。カリキギ。こんなの簡単すぎるの。炎タイプの技で一撃で倒せるの。こいつを出せば、火炎放射で一撃で倒せる。見てろよ。カリキギは余裕で倒せた。やったー。痛い、ハートまで痛い。勝負が終わってと言うから痛い。俺たちのポケモンをまとめてぶっ潰してやる。クズマさんのためなら本気 200% だぜ。行くぜ。これってもしかしたら、胸バトル戦かもしれない。あ、一人だけか。スカウダン下っ端。5匹も持ってる。まとめて出すってことかい。最初はラトウモリ。トゥトゥトゥー。ラトウモリ、レベル43。ゲージラケット、一撃でいるんじゃなく、一撃かな。本当に一撃だ。ラトウモリが倒れた。もう職人での経験値を得た。スカウダン、やったを繰り出そう。このままでいい。一撃じゃないの、嘘でしょ。物持ち場で一撃で倒せました、ラッタ。ラッタを余裕で倒せた。戦力の経験値を手に入れた。ひどいで。わかんないんだ、何、どういうことなのか。間違えた。効果今一つの技使っても意味ない。いや、毒出るな。嘘、毒出た。必ず出る。相手のひどいでは倒れた。ゴーバット電池なら効くかも。電池デッド、せっかくだから使ってみっか。どんなもんか、どんなもんかやってみたいと思います。ああ、ここじゃない。スーパーギガインパクトウォート。強い。強いのがありません。行くぜ！俺のジェット技。スカル、電気虫が体にまとった。電気虫の助けのジェット技。スーパーギガインパクトウォート。よし、一撃で倒せた。ゴルバット。
クロバットが食べた戦略発動機の経験と言ってみれた。電気無視で何とか経験と上がった。あ、綺麗なご前さん。どうすか。また一撃で倒せちゃった。ゴースト。俺らたち 200% って何のパーセントなんだろう。それはわかんないけど。ポケモンのお手入れもなんないと。せっかく。よし、せっかくだから、よし、なんとかなったということで返したいと思います。仲良くなったようですね。ということでこうなりました。また負けたかろ、諦めないで。だってスカウダンだもん。よしろ、まい、負け犬が、みっともない。誰だ？プリメリカの。ん？ギギレ、あんた。覚悟を決めたのかい？つうかさ、あんたには悪いことしたんだろうね。代償を頼まれた仕事とはいえ、あんなことを今さら謝っても許されることじゃないけど。クズマはさ、代償が好きなのさ。あいつの強さを認めてくれる唯一な大人だからさ。あの人は、母様は、あの人は、母様はわがままです。自分が好きなものだけ自分勝手に愛して、でも助けます。言いたいことを言うために。そうしたらクズマさんも一緒に助け合いますね。あんた根っこの部分は代償に似ているかもね。種類は違うけれど、気持ちの強さなら感じるよ。クズマのこと頼めたギギじゃないけど、どこかで鍛えたまますぐなうわけにもできやしない。ヒカル、あんた全然普通の子じゃなかったね。スカウダンだけでなく、エーテルの闇にも立ち向かったのさ。大したトレーナーだろ。お姫さん、ほら、お姫さんに守ってあげな。お詫びとして、毒タイプの、ジェットクリスタルをあげるからさ。毒ジェット、ゲットだぜ！そう、いらしかる。カプコケコから直々に、石をもらったんだって。大事にしなろ、ゼットリング。そのゼットリング。ポケモンがいて、初めて、ポケモントレーナーになんだ。それを忘れたらカプの罰を。あんたなら安心だけれどさ、帰るろ。スカウダンにもいろいろありましあるのにね。ヒカウさんありがとうございます。ポケモン元気にしますね。せーの、点点点点で元気にさせました。ヒカウさん大祭壇ですね。ボニダリ峡谷はあちらです。スカウダンのポーズ、実は好きなんだろうと。よし、終わったぜ。ギガ腕キューブ手に入れた。ポニダリ峡谷祭壇のサンパレオ。
光のヒゲットだぜ。ああ、ここ行けないじゃん。移動中には特にもない。ということで、また終わりしたいと思います。See you next time. Bye bye.